1976年のロードレース世界選手権1976年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第28回大会である。4月にフランスノルマンで開幕しモンジュイックサーキットで開催された最終戦スペイン GP まで全12戦で争われた。この年選手権のポイントシステムが大きく変更された。 全てのクラスでシーズンを前半と後半に分け、それぞれのベストリザルト3000分のポイントを有効と、する変則的な有効ポイント制となったのである。しかし、このポイントシステムが適用されたのは、この1シーズンのみに終わった。前年、ジャコム・アゴスチーニの手によって 500cc クラスタイトルを獲得した山肌が、オイルショックの影響によってこの年のワークス活動を休止した。 そして前年ついに長年守り続けたタイトルを失ったメガボルトアグスタも経営状態の悪化を理由にチームを解散した一方の鈴木はチームの運営はイギリスなどのヨーロッパ現地法人に任せて日本の本社からはアドバイザーを送り込む形にし負担を減らすとともに日本での開発ペースを上げられるように大幅に体制を変更した同時に鈴木は 全面型のワークスマシンをベースにした市販マシンをリリースし、ヤマハやメガボルト、アグスタの撤退によって乗るマシンを失ったアゴスチーニやフィルリードをはじめとする多くのライダーがこぞって、この市販 RG を購入した結果、この年の 500cc クラスはランキング上位の大半をスズキのマシンに乗るライダーが占めることとなった。この年はまた、 マンシマ TT レースがグランプリの一戦として行われた最後のシーズンでもあった。1907年に第1回大会が開催され、1949年にロードレース世界選手権がスタートした時には、その開幕戦となった最も伝統的なモーターサイクルレースであるマンシマ TT だったが、一周 60km のマウンテンコースは、 マシンの性能向上によるスピードアップとコース自体の安全設備の不備によって危険なコースとなり2台ずつのインターバルスタートといった異質な要素も加わって近年では近代的なサーキットでのレースに慣れたグランプリライダーたちからは出場を敬遠される傾向にあったそしてこの年の終わりフィムはマンシマ TT を世界選手権のカレンダーから 外すという決断を下し、翌年からマンシマ TT は市販車ベースのマシンによるナショナルレースイベントという独自の道を歩むことになるのである。この年の鈴木ワークスはイギリスのヘロン・鈴木がチームを運営し、バリー・シーン、ジョン・ニューボルド、ジョン・ウィリアムスの3人を擁してシーズンに臨んだが、3台作られた新型 RG はすべてシーンが独占した。 ヤマハやメガボルト、アグスタといったライバルもいなくなり、ただ一人エンジンのパワーからハンドリングまで大幅に改良された新型 RG を狩るシーンは開幕戦から3連勝を飾った。そして第7戦スウェーデン GP で5勝目を挙げたシーンは3戦を残して早々と自身と鈴木にとって初となる 500cc クラスタイトルを決めたのである。 前年型のマシンに乗ることになったニューボルドとウィリアムスは共に一生ずつ挙げたが、両者とも怪我のために満足にシーズンを戦うことができなかった。ディフェンディングチャンピオンでありながら、ヤマハのワークス活動休止によって、マシンを失ったジャコモアゴスチーニは、やむなく古巣のメガボルトアグスタからマシンを手に入れて、開幕戦に出場した。しかしすでにメガボルト、 アグスタの4ストロークにはグランプリを戦うだけの戦闘力はなく、アゴスチーには2戦を戦った後に、他のプライベーターと同様に市販 RG を手に入れた。RG での初レースとなったイタリア GP では、レース序盤でトップ争いを繰り広げたものの、エンジントラブルでストップし、その後もポイント獲得もままならない状況が続いた。 そして最終戦ドイツ GP、ニュルブルクリンクの急コースには扱いやすい4、ストロークの方が有利と見たアゴスチーニは、再びメガボルトアグスタを持ち出し、レース中に雨が降り出すという悪コンディションの中で他者を1分近くリードしてゴールした。この勝利は、GP 通算122勝を記録したアゴスチーニの最後の勝利であり、 500cc クラスにおける4ストロークエンジンの最後の勝利でもあった。これ以後、最高峰クラスで4ストロークのマシンが主役になるのは2002年のモート GP クラスのスタートまで待たなければならない。もう一人のこのクラスの元チャンピオンであり、アゴスチーニと同様にメガボルト、アグスタの撤退でマシンを失ったフィルリードも、 やはり市販 RG を購入してシーズンに臨んだ。しかし、第2戦、第3戦と表彰台に上る活躍を見せながらも、レースに対するモチベーションを失っていたリードは、第6戦ベルギー GP の金曜日の予選終了後に、突如サーキットから姿を消し、そのままグランプリからの引退を表明した。その翌年、リードは危険なレースとして自身が、 戦闘になって休断した結果世界選手権から外されたマンシマ TT レースに出場し大ブーイングを受けることになる。第9戦フィンランド GP ではパッとヘネンがグランプリ初勝利を挙げたがこれは後にグランプリを接見することになるアメリカンライダーの初勝利でもあった。この時ヘネンの優勝を全く予想していなかった主催者が アメリカ国家のテープを用意しておらず、表彰台で国家が流れないというハプニングがあった。350cc は、クラス唯一のワークスであるハーレーダ・ダビッドソンの、ウォルター・ビラを、プライベーターのヤマハゼが包囲するという構図となった。開幕戦はビラが制したが、第2戦、第3戦は、前年のチャンピオンのジョニー・チェコットが連勝して、ポイント争いをリードした。 シーズン中盤は、ジャコモ・アゴスチーニがダッチ TT で、メガボルト・アグスタに 350cc クラス最後の、勝利をもたらすなど混戦が続いたが、後半戦になると、ビラがフィンランドからドイツまで3連勝を飾り、チェコットを振り切って、タイトルを獲得した。ドイツ GP でのウォルター・ビラ 250cc クラスも、ハーレーワークスとプライベートのヤマハゼとトの争いという、 350cc クラスと同じような状況のシーズンとなったが、このクラスでハーレーのウォルタービラに挑んだのはヨーロッパヤマハのサポートを受けた片山隆沈だった。開幕戦のフランス GP はビラが点灯しながらも再スタートして優勝するという圧倒的な速さを見せた一方、片山は予選落ちという明暗を分けたレースとなったが、その後はビラが優勝か。 ノーポイントというレースを繰り返す一方で、片山は安定して表彰台に上り続け、第7戦スウェーデン GP でリタイアしたビラに対し、片山はシーズン初優勝を飾って一時的にポイントリーダーとなった。しかしその後、フィンランドから3連勝して、シーズン通算7勝となったビラが片山を抑え、このクラスでは3年連続となるタイトルを決めた。 前年同様にモルビデリのマシンが他を圧倒するクラスとなったが、この年主役となったのは前年ランキング2位に終わったピエール・パオロ・ビアンキだった。ビアンキは開幕戦となったオーストリア GP でグランプリ初勝利を挙げると、そのままディフェンディングチャンピオンであるチームメイトのパオロ・ピレリを抑えて4連勝を飾った。ベルギーを挟んでスウェーデン、フィンランドでも勝利したビアンキは、 アントン・マンクが初優勝を飾ったドイツでは、クラッシュにより、リタイアに終わったもののタイトル争いの対象である、アンヘル・ニエトもノーポイントだったため、初めてのタイトルを獲得した。ディフェンディングチャンピオンのアンヘル・ニエトは、クライドラーからブルタコに乗り換えたが、このマシンは前年エウジーニョ・ラッツァリーニがライディングして、ランキング2位を獲得した、イタリアのコンストラクターであるピオバッティカが設計した。 マシンの権利をブルタコに譲渡したものだった。開幕戦は、古巣のクライドラーに乗るヘルベルトリットベルガーに優勝を譲ったニエトだったが、第2戦でブルタコに 50cc クラスでの初勝利をもたらすとその後は安定して上位でフィニッシュし、第8戦ドイツ GP で4勝目を挙げると、マシンを乗り換えながらも2年連続でありこのクラスでは5度目となるタイトルを獲得した。 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラス 500cc クラス 350cc クラス 250cc クラス 125cc クラス 50cc クラスありがとうございます。